深夜に食べたい普通のハンバーグを作ります。材料はこちら。玉ねぎを小っ端みじんにしてから油をひいてフォックスカラーになるまで炒めます。男は冷めるまで待ちます。人参は狂ったように皮を剥いてシャトー切りにします。シャトー切りというのはなんかレストランとかで出てくるようなやつで、こういう風に切ってこうやって角というかなんかこういう出っ張ってるところを削いだりとか、なんか綺麗な形ができるっていうやつです。鍋に人参が浸るくらい水を張ります。砂糖とバターを入れて水がなくなるまで煮詰めれば出来上がり。ハンバーグは牛肉と豚肉を7対3の割合で作ります。パン粉、塩、胡椒、ナツメグ、ガーリックパウダー、牛乳を入れて冷まし玉ねぎ、最後に卵を割ります。すんげー混ぜたら冷蔵庫で15分寝かせます。予定にはありませんでしたが、時間があるのでマッシュポテトを作ります。皮を剥いたら電子レンジで5分加熱。鍋に移したらバターと牛乳を入れぐっちゃぐちゃにしてやります。様子を見ながら牛乳を足します。塩コショウで味を整えて出来上がり。いいぞこれ。いよいよハンバーグタイム。油で手をぬるぬるにします。手で3等分にしましょう。ペチコネしたら網油で包みます。この網油スーパーでは 100% 手に入らないので頑張って見つけてください。油を引いて弱火で5分ずつ焼きます。ひっくり返したら日本酒を入れて蒸し焼きにします。見た目があれなので裏返してごまかしましょう。竹串で刺して肉汁が出てくれば出来上がりのサイン。ああすごい。ソースを作ります。ケチャップ、日本酒、返しを入れます。お前ら待たせたな。返しの作り方は概要欄で。バターを溶かしてとろみがついたら出来上がり。これでよし。いただきます。うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。あなたからのツイッターフォロー泣いて喜びます。依然としてパン切り包丁が見つかりません。